はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回拠点の方を作りましたので、今回はその続きでこちらの方を使って何か作りましょう。苗床かな。そろそろ苗床欲しいですからね。電気も500使ってしまいます。どうしよう。電力貯蔵とかできれば、今500までしか貯めれないのがひょっとしたら増やせるのかな。縄の方はある。ああ、でもな、これ使うと電力全部なくなるんですよね。板の方も一つしかありませんので、まあ、とりあえず荷物をいっぱい、素材ですね。素材をいっぱい取ってこないとどうしようもありませんので、素材を取ってきましょうか。木材を入れておこう。さあ、これ分割して突っ込んでおきます。食べ物の方はちょっと野菜系が足りないですが、まああと食べ物大丈夫でしょう。さあ、いつものように木を切るところから始めましょうか。動物さんいないよね。ああ、罠にかかってるの見てみよう。罠にかかってるのはウサギさんがかかってますね。ただもうこれ以上は、薬草の方がありませんでしたので取れません。おし、あ、ジャガイモも見つけた。こんなのあるんだ。さあ、ちょっとブルーベリー食べていきましょう。このでっかい木ですね。薪、木ですね。木材いっぱい取れる上に虫が取れますので、必ず行きます。まあ、1日1度か2度は取れますんでね。しっかりと魚を取るために虫を確保していきたいと思います。さあ、あ、なんかいるな。レベル1の狼かなんかがいますね。どうしよう。今回は、いつもと違うところ行きましょうか。さあ、人参か紐か。ここを泳いで、北の方かな、南になるのかな。こっち北ですね。北の方にちょっと行ってみましょうか。対岸見えてますんでね。うん、大丈夫だと思います。ついでに、昆布が取れたら嬉しい限り。ああ、貝殻はわからない。あ、鉄があるな。鉄かなんか、鉱石もありますね。ちょっと行ってみるか。さあ、鉱石取ってる余裕あるのかな。さあ、これは何だろう。あ、やばいやばいやばい。どうだ、3回4回くらい叩かないといけないのか。滑るな。やばい、届かない届かない。これどうなんだろう。途中で行ってももう一回行ける。さあ、これはどれぐらい取れるんだ。よし、あと1回ぐらい。うわ、流される。よいしょ。なんかと、あ、亜鉛鉱石、亜鉛鉱石が取れましたね。よし、これはもういいや。昆布がない。昆布があれば、穀物繊維取れるんですけどね。あ、ないな。昆布ない。そして深いところ全然見えないな。さあ、とりあえず、渡る気か。何かあるかな。あ、熊さんいるな。熊さんいて、崖があるのは見えますね。まだこっちの方は来たことがないので、箱とかもいっぱいあるんじゃないかなと思っています。さあ、昆布ないな。昆布ない。さあ、昆布ないのがちょっと残念ですね。食べ物全くないぞ。よし、とりあえず上陸しよう。まずは上陸が最優先ですね。かからずに登りたい。よし。だぞ。こっからはゆっくりしか歩けません。よし。武器装備して、武器を装備する。さあ、これで少しちょっと探検に行きましょうか。箱とか、紐、そして木材ですね。こちらの方をしっかりと集めていきましょう。さあ、鶏がいますね。鶏をちょっと倒そう。さあ、止まったところがあれば、そこを狙いたいんですが、なかなか止まってくれないな。狼さんもいるんですよね。えい。よし、当たった。当たって倒すことはできましたね。ただ、狼さんがいるのをなんとかしたい。よいしょ、一応銃を構えるか。やばいな、でもレベル3だもんな。やばいぞ。取れる？襲われると嫌なんですよね。よし、鶏を取って素早く逃げる。よし、これで食べ物の方はゲットしましたね。よいしょ。さあ、本拠点も見えます。こちらですね、北側の方を向かっていったら熊が結構いたので、行けませんでした。あ、ここからはまだ紐があるな。そしてなんだろう、こいつは。イノシシではなさそう。レベル2がいますね。レベル2の狼かなんかか。やだな。さあ、これ、ちょっと、
回り道ですが、回っていきましょうか。やばいな。なんて動物多いんだ。すげえ多いな。変えるときもちょっと大変そうですね、これは。クマさんいる。よし、ちょっと上の方まで登っていくか。よし、ダッシュ。さあ、こちらに箱がありましたね。箱ちょっと取っていこう。やばい、狼さんがこっち来てるんだけどな。狙われてるわけではないですよね。箱をとりあえずゲットすると。よし、ブルーベリー。これは食べていきましょう。よし、オッケー。さあ、鹿さんもいますね。鹿さんもいずれは借りたいんですが、鹿さんを買ったことがありません。よし、鉄、そしてボックスありますので、ボックス取りましょう。いないよね。よし。さあ、ボックスの方を開けていきます。玉釘ですね。あると。他は特にはなさそうかな。もうこれ行けないんだ。北の端まで来ましたね。ここが有刺鉄線張ってあるので、これ以上行けませんよということです。よし、仕方ない。これはもうあとは木を買って、少し落ちてるものを漁りながらまた帰りましょう。さあ、ここにですね、鶏さんがいましたね。もう一回飼っていきましょうか。さあ、逃げられた？動いてないのにな。見つかってしまいましたね。ちょっと追っかけて鶏さん狩りましょう。あ、ちょっと遠いな。少し遠くまで行ってしまいました。ちょっと高さもあるから難しいかな。さあ、止まったところを行きたいですけど、止まらなくてももう撃ってみようかな。へい。よし、仕留めた。さあ、これで羽もゲットですね。で、ついでですが、箱も見つけました。ウサギさんいるな。ウサギさんいるけど、クマさんもいるな。これは無理だ。さあ、クマさんいるので、ちょっとやめておきましょうかね。鹿さんいる。人参あるけど、これはなんだ？奥に見えるのは鹿さんか。さあ、アイテムの方よりも食べ物が結構取れますね。しっかりと取れる。さあ、クマさん。あ、ウサギ、すごいいるな、ウサギ。ウサギ2匹いますね。よいしょ。これ、箱を取る。さあ、どうだ？食べ物の方は大丈夫ですか？人参は食べていきましょう。ウサギさんそろそろやばいかな？肉にしておきましょう。さあ、これで、他にも色々ありますので、しっかりと、アイテム取っていきましょうか。さあ、一旦ですね、拠点の付近まで帰ってきました。よし、これで、あとは、火は今ついてるのが見えましたね。肉を焼いていくかなんかして、アイテムの方少し、片付けましょうか。よし、鉄がいきなり落ちてるぞ。よし、これで OK。あ、火消えちゃった。火消えてしまいましたね。ついてると思ったんですが、消えていました。仕方ないな。暖炉かなんか作れましたよね。板の方はある。あと、皮と鉄があれば作れるみたいですので、これ作っていきましょう。はい。暖炉を作るクラフトと。よし、OK ですね。これで火の方が入れないといけないですが、その間に着火剤作るか。まず棒を作って、あとオイルですね。オイルを1個持てば OK ということで、これで着火剤を作ろう。あとは、ここで作られてますね。これを置くと。暖炉の方、どこ置いとこうかな。焚き火の隣ぐらいに置いておきましょうか。こっちの方が、焚き火よりも効率はいいということは書いてありましたね。ああ、やばいな。じゃがいもがもうすぐ腐ってしまう。さあ、これを入れて着火。を入れて火をつけると。じゃがいも焼けるのかな？じゃがいも焼けない。種を取る。食べるか種を取るか悩みますね。とりあえず種取ってみるか。まだちょっとこちらの方は食べたことがないですが、まあ仕方ない。今はいらない。他は肉だな。魚を取ってこよう。これも肉にしてちょっと焼いて、その間に魚の方をちょっと見ていきましょうか。よし。魚の方はどうかな？あれ？ない。え、ないぞ。え、罠がなくなった。いっぱい入れといたのに、虫いっぱい入れといたのになくなった。え、魚の、あれ、罠なくなるの？
そうか、寿命みたいなのあるのかもしれないですね。ああ、マジか。え、じゃあこっちの動物用の罠も寿命があるんですかね。あ、ない。なくなってる。そういうことなのか。ああ、そういうことですね。はい、ということで罠の方が両方なくなってしまいましたね。あんまり餌とかいっぱい入れると大変なことになるので、まあ、ほどほどに作らないといけないってことか。まあ、とりあえず肉焼けたので肉食べていこう。肉がっつりあるからな。これは OK。しまったな。虫大量に入れといたんですけどね。なくなってしまいました。さあ、まあそんなこと言っててもどうしようもありませんので、とりあえず必要ないものは置いていこう。あとはなんだ？こんなもんですかね。電子基板。電子基板は必要か。現在電気の方が97。ちょこっとずつ溜まっていく感じですね。苗床作るにも500か。先に電力作った方がいいかもしれません。はい、ということで、まだまだアイテムの方足りませんので、しっかりとアイテムの方取っていきたいと思います。どうなんだろう、暖炉の方が薪の消費量少ないとかもそんなになさそうな感じですよね。よし、これであとは燃料入れて、さあ、再びですね、アイテムの方を取りに行ってきましょう。さあ、鶏さんを発見しましたので、鶏を取りたい。さあ、どこだ？ちょっと草の陰かな？隠れてますね。周りに動物いないよね。大丈夫。さあ、止まったところを狙っていきましょうか。さあ、止まったら狙っていく。えい、よし、OK、取れましたね。よし、これでご飯には困らない。いやー、どうかな？こっちの方はあんまり来てももう箱がないですね。ちょっとハンターの様子もちょっと見ていきましょうか。今日のハンターみたいな。毎日チェックしてますけど。まあ、毎日チェックする必要もないんだけどな。怖いので、相手がどれぐらいですね。建物を建ててるとか見ていきましょう。さあ、ハンターさんの家が見えますね。ちょっとでかくなってるな。なんか横幅が若干伸びたような気もしますね。いやー、そうなのか。どこに行ってんだろう。中にいるのかな。さあ、ちょっと近づくのも怖いんですけど、見るだけ見ようか。さあ、こちらですね。ハンターさんの家、もう全部囲、あ、いた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 。ハンターさんいますね。どっかに歩いてってるのかな。さあ、鹿さんがこっち来ましたが、逃げていくと、ハンターさんは、どうだろう、奥の焚き火ぐらいにいるな。焚き火でなんか焼いてるのかもしれませんね。ただ、拠点の方は、タマスなってるな。タマスのところに全部包囲、囲まれてる状態になっていますね。いや、まだまだ、こっちの方が一マス分ちょっと多いから大丈夫そうかな。まあ、家の大きさを競うゲームじゃないので、まあ、なんですか、装備とか相手の状態がわからないのもちょっときついですね。いずれこれ鉢合わせして、戦うことになる、と思いますので、そのためのものを準備しておかないといけないな。さあ、ハンターさんを見ましたので、あとは素材を集めながらちょっとずつ帰りましょうか。よし、早速、鶏さんですね。よいしょ、あ、どいた。動いちゃったよ。やばい、そして矢がなくなった。矢がなくなりましたね。飛ばした矢、落ちてるかな。さあ、矢が、なくなりました。あ外したらなくなってしまいましたね。さあ、拠点に帰ってきましたので、お肉とか焼いていきましょう。あ、やっぱりなんか暖炉の方が、燃料が燃え尽きる速度が少し遅い気がしますね。とりあえず何本か突っ込んどけば良さそうだな。あと2本ぐらい突っ込んどきましょうか。さあ、食べ物の方はお肉とかあるのと、帰りに昆布を取ってきましたので大丈夫ですね。玉ねぎの種というのが ありましたので、こちらも取ってきました。さあ、どうしようかな。水の罠が壊れちまったので、魚の罠ちょっと作りましょうか。縄の方があればできるみたいですが、縄ちょっと作っとかないとダメだな。縄の方少しクラフトしておきましょう。あと板はいらない。葉っぱ。あ、こっちに虫たくさんあるな。さあ、そして、縄使ってこちらの罠の方作っときましょう。
クラフト、枝がいっぱいですね。あと矢の方も作っておかないとダメか。これは釘と羽があれば作れたと思いますので、ちょっと多めに作っておくかな。さあこんな感じで作っていきましょう。さあ罠の方出来上がりましたので、もう一回仕掛けておきましょうか。魚のあれかな、食べ終わったものとかは特に使いません。腐ったやつ使いませんでしたよね。虫さんぐらいしか必要じゃなかったので、とりあえず虫一匹、なんだったらもう少し入れておいてもいいかな。何回ぐらい魚が取れるかが問題ですね。あ、羽がない。さあ矢の方も今製作していますので、しっかりと作っていきましょう。よいしょ。さあこれで OK。 食べ物の方は水だけですね。今飲みましょう。野菜の方がちょっと足りない気はしますが、苗床を作るには500、まだ349しか溜まっていませんので作れませんね。質量の方も、質量ってこれか。これも、全然溜まっていませんので現在作れません。さあ、なんとですね、あなたの基地が攻撃されてますということで、ハンターか誰かが来たのかな？どっかから撃ってるのかもしれませんが、攻撃されてるっぽいですね。土台とかは全然、いや、なんか減ってる。確かに、あ、やばいやばい、いるいるいる。なんだこれ、野獣か。さあ、攻撃してきてますね。やばいぞ、こいつは。マジか。なんだ、ショットガンっぽいの撃ち込んで、あ、やばいやばい、食らった食らった。いやー、マジか。そんなことあるの？さあ、ちょっと、包帯を巻かないと出血までしてしまいましたね。どこ行った？マジか。なんか矢を撃ってる音はしてますが、ついに攻撃され始めましたね。いやー、どこ行った？どこ行った？マジか。どこ行った？さあ、ちょっと、危ない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 。燃える燃える燃える。タイミー、どこから攻撃してきてる？やばいぞ、これは。おー、危ない。いた。さあ、ちょっと、撃退しましょう。暗くてわからないぞ。よいしょ。外した、外した。よいしょ、逃げてったぞ。なんてこった。これどうやって消せばいいんだろう。消し方もわからない。勝手に消えた。そう。ちょっと追っかけていくか。どこ行った？危ない危ない。矢を撃ってきた。近くに行った、撃つ。マジか、ハンター。ハンター、よし、当たった。よいしょ、当たってる。どこ行った？さあ、逃がさんぞ。どこ行った？やばい、逃げられた。どっか消えましたね。まさか夜に攻撃してくるとは思ってない。あ、泳いでますね。マジか。当たるかな？えい。さあ、向こうも暗いから、ライト使ってますね。そう、逃げられた。なんてこったい。もうこれ以上追うことはできませんね。とりあえず追い返しましたが、なんとハンターが襲ってきましたね。やばいな、これ。家の方はどうだ？半分ぐらいやられた感じですね。修理しないといけないぞ、これは。修理するためには、ハンマー、これが必要だったと思いますので、これ作れるかな？はい、ということで、初のハンター襲撃もされましたが、まあ、なんとか追い返すことはできました。包帯とか絶対持っとかないと危ないですね。あと来ても、向こうの方に、なんか明るいライトを使ってるのが見えますが、今後もこうやって襲ってくると思いますので、しっかりと撃退する方法も考えておきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。